ありがとうございます。改めまして私たちビブレーショナルエナジーカラーでございます。よろしくお願いいたします。はい、そうですね、私は普段、まあ先月もですけどほとんどソロピアノで出させていただいて、そうですね、今日は、共演するのは初で、トランペットの山崎さんと共演させていただきます。紹介いたしましょう。オントランペット山崎明。そして私レオレオピアノがお送りいたします。ありがとうございます。はい、では先ほどお届けいたしました曲は Fly Me to the Moon っていう曲でございます。これは有名なジャズのスタンダードの曲なんですけど、私があえてちょっと今日は派手なボサノバ風にアレンジさせていただきました。実際ボサノバのアレンジっていうのもあるんですよね。作曲者は、バート・ハワード作曲で、私を月に連れてってっていう感じの意味の、曲でございます。はい、では、続きは何かゴソゴソ動かれてるようですか。あれ今日はウクレレ持ってきたので。お、ウクレレですか。はい、今ちょっと見ましたけど 4弦しかない。あれ、あ、よ、ウクレレは4弦なんですね。あ、4弦です。ギターは6弦。あ、そうです、そうでしたね。はい、はい、じゃあちょっとセッティングしてやるのに、じゃあ次の曲の紹介をいたしましょう。ロバート・グレー作曲、もともとはシャンソンの、レフォイエン・ボルテっていう、あの日本語で言うと枯葉っていう曲なんですけど、フランス語で、もともとはこれはシャンソンのフランス語の曲ですが、その後オータム・リーブズっていう映画が出まして、それが、まあ、そのままタイトルになったんです。枯葉っていう、非常にこのジャズのスタンダードの中では一番よく誰でも演奏される曲で、ジャズの入門編で、私も何回かやっております。非常に大好きな曲でございます。お、ハイハットも出てきましたね。まあ、せっかくあるからね。そうですね、使いました。どんどん使い倒しましょう。はい、よろしいでしょうか。あと10秒。あと10秒ですか。はい、じゃあでは、まあ、ちょっと季節的に、まあ、春なんですけど、まあ、春が来れば夏が来る、夏が過ぎれば秋が来るって、ちょっとだいぶ一足早すぎる秋の曲を、哀愁あふれる曲をお送りいたします。ここから先は、私のピアノと山崎さんのベースでお届けいたします。オートムです。Thank you.
はい、枯葉をお届けいたします。そうですね、打ち合わせしてなかったのにいろんなリズムがついてきてちょっと華やかになりましたね。はい、早いもので、次でラストの曲となります。次は、またまたちょっとガラッと変えましてですね、ジャズバラードの曲をお届けいたします。ジャズってあまりバラードのイメージないと思うんですけど、私は正直なかったんですけど、実はすんごい綺麗な曲がいっぱいあるんですよね、山崎さん。ありますね。いっぱいありますよね。ジャズのバラードは。はい。ですね。はい、もう。本当にお酒が飲みたくなるよ。まあ、下戸なんですけど、私。そうなんですよ。はい。では、エロル・ガーの作曲、ジャズバラードミスティという曲をお届けいたします。この曲はですね、まあ、タイトルの意味からすると、まあ、涙目で霞んだという意味で、非常に恋心に、非常に感情が溢れて、涙が出て、もううるうる状態になって、前が見えませんという感じの、そんな感じの曲でございます。愛のバラードをお届けいたします。ミスティ。
トランペット山崎明さん、ピアノレオレオでした。ありがとうございました。以上です。